よう、無事だったかい。うまく逃げられたかな。あれし、理由は知らないが、あんたも悪魔を倒そうとしてるんだ。だったら目的は俺たちと一緒だ。この先に俺たちの地下基地がある。そこで話がしたい。仲間もそこで待っている。敵だ。敵か。なんだ、敵地の方から敵が来る。だから連中はどうなってるんだ。Thank you.
それなりに修羅場をくぐってきたつもりだが、仲間の死に様を拝むことだけは慣れねえもんだな。アリシア、お前も知ってるだろうが、悪魔は日に日に増えてきやがる。それを阻止しない限り人類の滅亡は時間の問題だ。もし奴らをこの世から消したいと思ってるなら、これを読んでくれ。いたずら電話だ。よりによって私の最愛の者が乗った飛行機が墜落したなどと。ニュースは日々詳細を伝えている。だが私には遠い国の話のようにしか聞こえない。ああ神よ、祈りには答えがない。安らぎが訪れることもない。ただ増すのは孤独と絶望ばかり。ついに探し求めていた文献を発見した。目に見えぬ神は生命の摂理を決して曲げぬだろう。だが悪魔ならば、あの呪われた村の奥にある忌まわしく深い森に特異点が存在するのだ。闇の力によって生命を再生する術は存在したのだ。時は拷問にしか過ぎぬ。仮に命ながらえたとて、それが果たして何になろう。明日旅立つ愛する者をよみがえらせるために。これはうちの情報部が見つけた代物だ。5年前に消息を絶った考古学者が残したものらしい。司令部は大人数を武装させて調査に向かわせたが、誰一人帰ってこなかった。じゃあこの日記に記された森が。ああ、断言していいだろう。悪魔どもはそこから生まれる。俺たちは各都市の残存兵力を集結させ森へ侵攻する作戦を開始している。アリシア、あんたの戦いぷりを見ていて分かった。その力だ。俺たちは今お前のその力を必要としている。頼む、この作戦に協力してほしい。こいつらはしてまといにしかならん。しかしその森こそ探し続けていた場所に間違いはないのだ。作戦を聞かせて。私はここで後続の仲間を待つ。先に空港you
Oh, boy.